丸刈り。丸刈り、丸刈り、丸刈りとは、頭髪を全体的に短い長さに刈る髪型。別名、坊主刈り坊主頭。古来より、宗教的な監修、軍隊や学校、刑務所などにおける、規立衛生の維持、教育を理由に、構成員に義務として行われるほか、刑罰として行われることもあった。また、ネオナチをはじめとした政治的意思表示や、 反社会的立場をアピールするために行われることがある詳細はネオナチスキンヘッドを参照のこと。近年では通常のファッションの一環としても浸透しつつある。古来より仏教では己への戒めとして頭を丸めることは悟りの境地へ達する下脱への第一歩とされていた。定発の由来は釈迦に習ったもので古代インドでは頭髪を剃るのは 最大の知辱取れており、重罪を犯した者に対する一種の刑罰であったが、釈迦は自らの下脱のため進んで剃発し、それに弟子たちも従ったものである。なお、罪人の髪を剃る刑罰は、中国の根刑や日本の天包みに対する禊そぎなど、広く見られるものであった。女性のみに行われた丸刈りの事例や決まり事は、古代から認められ、多くは性的交渉や、 性の象徴性として、神にまつわる共同体や、宗教上の規律やルール違反、不道徳に対する罰や見せしめとして行われていた。ヨーロッパにおけるものとしては、紀元前1世紀頃のゲルマンでは貫通の罪を犯した妻は、罰として啓発させられた上で、地域共同体から追放された。新約聖書には、礼拝の場で頭髪を被り物で隠すことをしない。 女性の髪は刈られるべきと記されている。中世では、魔女として告発された女性は、頭髪だけでなく全身の体毛を剃られて調査された、と。その他現在に至るまで、女性の髪を刈ることは女性を恥ずかしめることであり、社会的、個人的な暴力として社会に認識されている。第二次世界大戦初期のドイツでは、ナチスによる、ユダヤ人迫害の際の男女の別のない、 強制収容所における丸刈りのほか、ナチスの指導者原理、ドイツ民族の地の純粋性と純粋性保持のもとに、1939年に、ポーランド人、ユダヤ人をはじめとする戦争捕虜や、加藤とみなした、外国人と性的に親しんだ、ドイツ人女性に対して、髪を切り落とすことを案に推奨した、極秘命令が出され、このような目的の行為を、丸刈りのほか、 楽園を死とも呼んでいたという。行使した側は、地域のナチ党員や、独善的義憤にかられた一部民衆で、実際に、公衆の面前で、恥ずかしめの言葉の書かれたプラカードを、首から下げさせられ、丸刈りにされている女性の写真も残されているが、多くの民衆やナチ党員の一部は、このような行為を残酷なものとして否定的であり、時には拒否し、また外国人女性と関係を持った。 ドイツ人男性が処罰されていない不公平さからも反感を持たれ対外的な批判もあり1941年夏にピークを迎えたものの同年には公共の場における丸刈りは禁止されたこの時期にサンプル的に丸刈りの犠牲者とされた女性の中には戦後に酷訴し賠償金を得た事例もある同時期ドイツに占領された第二次世界大戦の フランスにおいても女性への懲罰的な丸刈りがあった。解放前の1943年にも事例が認められるが、1944年夏の解放の際には大規模に行われることになった。この時、占領中の対独協力者に対し、後に無法な粛清と呼ばれる処刑や隣地や略奪の嵐が吹き荒れたが、その中でドイツ占領下の時期に、 ドイツ人兵士と的交渉したとされる女性、性的な対独協力に対しては公共の場での見せしめとして丸刈りが全国的に行われ、その数は二万人に上るという。全国にわたって大規模に同じように丸刈りが行われたことに関しては命令が下ったわけではないが、丸刈りに触れたら重放送があったせいではないかと考える歴史家もいる。丸刈り被害者の女性で、 実際に、ドイツ人と性的関係を持っていた者は、半分以下の42%ほどで、あとは別の協力をしていたり、数軸国出身者であったと調査結果が残っている。紙を刈られた後、裁判にかけられ処刑されたり、刑に服すことになった女性もおり、これらの女性は、裁判処刑という経過をたどっただけの男性の、体独協力者以上の二重の罰、 抑圧的暴力を加えられたと言える。占領中、優位性を示せなかったフランス男性の鬱屈が弱い立場の女性に向けられ、支配秩序の再構築の糧とされた側面があると見る。論もあり、ドイツにおける丸刈りは予防としての見せしめであり、丸刈りにされた女性が、ナチの被害者であることに対し、フランスの丸刈り家の女性は長く犯罪者扱いされた。アイルランドで、 18世紀に開設され、1996年まで存在していたマグダレン選択書、マグダレン修道院は、宗教的、慣習的に性的不道徳、不名誉という烙印を押された女性が強制的に収容で、後に国家的関与があったとして、首相が謝罪することになった人権蹂躙にあたる抑圧的暴力の中には、収容に際して、 丸刈りにされたことも含まれていた。その様子は、ノンフィクション作品、マグダレンの祈りにも描かれている。明治維新後の1871年9月23日、明治4年8月9日に、三発脱刀なが布告され、曲げが禁止された。また、バリカンの輸入によって、丸刈りという新しいスタイルが誕生し、認知されるようになった。 さらに1873年、明治6年に、長兵令が交付されると、軍人の髪型である丸刈りが、国民に定着していくこととなった。軍人の丸刈りは、属世間からの欠別の気構えや、規律の維持などの他に、頻繁な入浴が困難な野戦における白みや、頭赤の予防といった衛生上の目的、戦闘で頭部を負傷した場合の手当てのしやすさ、軍防、略防や、 鉄棒着用時の群れの緩和といった実際上の利点があり、現代でも自衛隊を含む各国の軍隊で見受けられる。旧陸軍では軍機によって将校、士官、巡視官も兵も丸刈りが基本であったのに対し、旧海軍では巡視官以上の階級では原則自由として挑発が許されていた。しかしながら、海軍でも多数派である官邸勤務や陸戦隊の士官、 巡視官は、丸刈りが基本であり、一方で陸軍でも、外国公官府の駐在部官、留学者、私服捜査も行う、憲兵、歌手官兵を含む、特務機や中野学校の長方員、その他一般軍人でも、西武一など一部将校は挑発であった。なお、これら戦前中の日本社会や日本軍における、挑発の定義は戦後現代と大きく異なっており、 丸刈り以外の髪型はすべて挑発とされていたことに注意を要する。陸海軍ともに、貸し官兵は原則丸刈りであり、陸軍の憲兵を除く、これは、陸士、講師、陸業、海兵、海技、海行といった、いわゆる士官学校の士官候補生、生徒も同様である。学校教育の場においても、大正期に、男子学生、生徒の制服が、軍服に習った。 学生服が標準となり、その流れの中で軍人と同様に男子の髪型は丸刈りが基本とされた。また初等教育の児童の髪型は丸刈りと坊ちゃん刈りの2種類しかなく、農村や都市の庶民層では丸刈りを選択する男子がほとんどであった。戦時体制下においては一般国民も兵士同様の振る舞いと心構えが要求されるようになり、 丸刈りの男子はさらに増加するが、太平洋戦争敗戦による軍隊の解体もあり、成人男性における髪型の規制は基本的に消滅した。1960年代の後半には、高校の大半でも挑発が認められるようになり、丸刈りの強制は中学校にのみ残存することとなる。地域によっても事情が大きく異なるが、1990年代初頭までは、 服装の乱れ防止という名目で男子生徒に対する丸刈りを高速で強制する中学校も多かった。もともと髪型の指導がない学校が飛行防止に効果があると丸刈り強制に転じた学校もあった。その中学校においても都市部を中心として、頭発の自由化は徐々に進行し、現在では挑発を認めない学校はごく一部となっている。神戸市は 都市部として最後まで中学校での丸刈りを検事しようとする姿勢で有名だったが、高速での丸刈り強制を人権問題と考える弁護士も介入し、丸刈りを強制する中学校はなくなった。ただ、地方においては、現在もなお丸刈りを指定する学校は存在する。鹿児島県では、公立中学校の1、3余りが採用しており、奄美群島に偏在している。また、 長い間、学校におけるスポーツ関係の部活動、中でも高校野球、公式では丸刈りを強制される事例があり、頭髪が長いと入部が認められない場合もある。かつて1993年の J リーグ発足の頃、挑髪を容認する文化を持つサッカーの人気が高まったためか、丸刈りの強制を中止する野球部が見られたこともあった。しかし、 一時のサッカー人気が薄れたこともあり、現在においては再び丸刈りにする高校球児が多く見受けられるようになり、スポーツ刈り以上に長めの髪型にする高校球児の数は限られる。また、高校サッカー界においては、戦後最多体の選手権優勝回数を誇る国見高校が小峰忠都元監督の影響もあって、丸刈りが入部条件となっている。刑務所。 少年院の受刑者においては、男子に対してのみ丸刈りが、確率的に課せられている。一方で、大抵の場合、死刑囚、男女問わずや女子受刑者は、髪型が自由で、週刊時に先発されている状態だった場合は、そのままでいることが目認されている。2005年に改正された法律により、受刑者に対する意に反する挑発は、衛生上の必要性を除く挑発する必要はない。 されているものの、衛生上の必要という名目で男子に対して、丸刈りが強制されている。例としては、2008年北京オリンピック、野球予選リーグ初戦、キューバ戦の敗戦を受け、ダルビッシュ優、田中正宏、川崎宗則及び安倍晋之助が、気合を入れ直すという目的で、相次いでを丸めた。2009年、宮根誠治は、 東京マラソンにおいて4時間30分以内で走る約束を果たすことができず生放送の情報ライブミヤネ屋で公開丸刈りになった2013年日本のアイドルグループ AKB48 の峯岸みなみが週刊誌で熱愛疑惑を報じられたことに謝罪して丸刈りとなった丸刈りで謝罪した理由について峯岸は謝意を目に見える形で伝える方として浮かんだのが 坊主党だったと、後のインタビューにおいて語った。この出来事は、海外でも報道され、日本においては謝罪の意味での丸刈りがあるとの解説が、されたり、異様に映るとコメントされているものもあった。最近は、丸刈りの芸能人やスポーツ選手が、少なからずいるためか、常実のような特別な意味を持たない一般的な、ファッションとしての丸刈りも受け入れられつつある。一口に、 丸刈りといっても、その長さの基準は様々である。丸刈りの長さを表すのに、関東地方では、文、輪、近畿地方では、倍、バリカンに取り付けるスペーサーの枚数に由来を用いることが多い。文や輪は、尺管法が基本であるが、例えば尺管法の5分は 15.15mm だが、5分刈りでは 9mm となるなど、必ずしも対応していない。 また、バリカンの丸刈りの長さの目盛りが、機種によって異なる場合があったり、店によって多少の解釈の違いがあったりもする。身体尺度高で、指の太さを元にしている単位に、木、木、癖、服があり、1.89cm としている。その半分、5分が約 9mm となる。1分を差し間法と同じく約 3mm とし、1分と5分との、 中間の3分は6ミリメートルと見ていたと想定できる。バリカンではなく、ミソりで反り上げたスタイル。僧侶以外にも高齢者や暴力団関係者などに多く見られる髪型である。特殊な例としては、水泳選手がわずかでもタイムを短縮することを目的として、競り会前に啓発することもある。自由業者や芸能人などにも参見されるが、 得意な髪型で非常に目立ち、周囲に威圧感を与えることもあるため、学校や組織によっては禁止されていることもある。英語では通常シェーブドヘッドと呼ばれるが、ネオナチなど政治的、反社会的な意思の表明として啓発したもののことを、特にスキンヘッドと呼ぶ。日本では単に反り上げた頭髪のことをスキンヘッドと呼ぶことも多いが、 明らかな御用であるので注意が必要である。2018年1月9日、インドネシア、アチェ州の宗教警察は、シャリアに違反したとして、パンクロックの愛好者31人を拘束。罰として拘束者を丸刈りにしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。